ポジールの中心地である契約広場ポジールは、ウクライナの首都キエフの歴史的地名。下町、下キエフとも呼ばれる。ドニプロ川の右岸、上町が置かれたコキエフ山や城山などのふもとに、一致している。コキエフの城下地区。13世紀後半から18世紀にかけて、キエフの歴史的中枢。19世紀以降、経済、文化的中心の一つ。 12世紀のキエフ。コキエフとポジール。ウクライナ国立歴史博物館の模型、ポジールは、ルーシ年代期の945年の上で、初めて言及される。発掘調査によれば、すでに9世紀の末に存在したという。13世紀前半にかけてのポジールは、職人や商人などが暮らすキエフの城下地区であった。この地区は、ボール一ザ坂を通して、 大公や貴族が住む神町とつながっていた。12世紀以降のポジールの面積はおよそ200ヘクタールであった。地区は土イと柵によって囲まれて守備されていた。ポジールを流れるドニプロ川の市流ポチャイナ川では、キエフ港が存在した。地区は数町に分かれており、町はいくつかの都内市、屋敷によって構成されていた。記録によれば、ポジールでは、 聖教会のイリャ聖堂、プイロホーシチャ聖堂、トゥーリウレ拝堂とノーブホロド礼拝堂があったという。その他に、考古学調査によると、12世紀頃に大理石で作られた5つの聖堂もあったと考えられる。1651年頃のキエフ。山頂にはキエフ城。山麓にはポジール。1240年のモンゴル襲来とキエフ。工場戦以降。 キエフの中心地は古キエフ山からポジールへ移った。しかし、外敵による打撃が大きかったため、ポジールの面積が縮小した。17世紀までに、北西の境は、ポチャー稲川へ流れる古い坊秩谷川であった。ポジールの中央では、広場と市場が置かれ、それを囲む形で、市役所、大聖堂と商店が並んでいた。キエフの市役所は、1494年に、 リトアニア大公がキエフに自治権を賜った際、木造りの建物として建設された。大聖堂は石造りの旧プイロ法師茶教会で生新女就寝大聖堂と呼ばれた。ポジール全体はいくつかの小教区に区分され、それぞれの小教区では木造りの聖堂と宿泊施設が存在した。さらに、15世紀には市内の修道院であるフローリュー修道院が建立され、 17世紀前半には、イエズス会の学校をモデルにした、聖教会のキエフモヒーラ学院が開かれた。17世紀半ばまでに、ポジールでは、アルメニア人の生神庄誕生教会、カトリックのキエフ大聖堂とドミニコ会の修道院、付属聖、ムイコライ大聖堂があった。1741年には、ギリシア人の聖カテリナ修道院が建立された。 17世紀の記録によれば、ポジールでは、木材の舗装、水道、サムソンと呼ばれる噴水があったことがわかる。17世紀以前、一般市民の住宅は木造りであったが、それ以降裕福な商人とギルドは、石造りの家を建てるようになった。1760年に、商業施設である商客館が建設された。19世紀末のポジール。1811年に、 ポジールは大きな火災に遭い、11世紀から存在した不規則な道路の自撮りが失われてしまった。その後、イゲステの設計により、ポジールが四角い外区に分けられ、規則正しい道路の配置が敷かれた。1815年から1817年にかけて、中央広場で市場を開くために契約館が建設された。十九世紀前半には、キエフの中心は、 ポジールからペチェルシクへ移り、さらに後半にはペチェル式からフレッシュチャーティクへ移転した。しかし、キエフにとってのポジールは相変わらず重要な地域であり続けた。ポジールでは、キエフの名門であったキエフ進学学院、多数の繁華街、そしてキエフ港があったからである。さらに、19世紀から20世紀にかけて、ポジール以北に工業地区が形成された。 高級の邸宅が建設されるようになった。19世紀から20世紀初頭の間に、ポジールは2つの区域に区分されていた。南は、ポジール自体、北は、プローシケという区域であった。2つの区域の間に古い防秩屋川が流れ、境目をなしていた。1861年に、プローシケでは、キエフにおける2つの警察署のうちの1つが置かれた。 1921年にポジールではポジール区という行政単位が設置された。ソ連時代におけるポジールは多くの文化財、とりわけ境界建築を失った。新た施設としてドニプロ側のウォーターフロント、新たなキエフ港、市場が建てられた。1970年代にキエフ地下鉄の建設に伴ってポジールでは大規模の発掘調査が行われた。以後、 ポジールの全区域は保護区域に指定され、ポジールの南部を特別建築保護区域に指定された。ウクライナ独立後、ポジールでは、キエフモヒーラ学院の伝統を受け継ぐ、キエフモヒーラアカデミー国立大学が復興された。ABCDEFGHIJKLMN2011-295 から297 29一節では、現在のアンドリー・イーザカに相当する。 現在はカテリナ聖堂ギリシア聖教会所属。この焼却館は1813年に建て替えられ、1980年に廃止された。現在の焼却館は19世紀のものの復元である。1799年から1801年にかけて日後通りに建てられた最初の契約館はその役割を終えた。ありがとうございます。